ライブライフをご覧の皆様、こんにちは。小林幸子です。あ、間違えました。林英哲でございます。これこのまま使いますかね。どうしますか。使います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和太鼓の芸術的な可能性を見出したパイオニア、林英哲さん。11年間のグループ活動の後、1982年にソロ活動を開始、2022年に演奏活動50年を迎え、福岡アジア文化賞大賞、旭日小綬章を受賞されました。日本の伝統にはなかった大太鼓ソロ奏法の創造、多種多様な太鼓群を用いた独自奏法の創作など、前例のない太鼓ソリストという分野を開拓。70歳を超えた今もなお、オリジナリティあふれる太鼓表現を追求されています。そしてこの度、関西では初共演となるピアニスト、新垣隆さんをゲストに迎え、コンサートを開催します。昨年福岡アジア文化大賞、そして旭日小綬章というのを受賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます。思いがけないことでね、こういう仕事っていうのは、その社会の中からどのぐらいな感じで見られてるのか、なかなかつかみづらいと我々は。で、まさかその賞の対象になるみたいなことが自分の上に起こるとはね、思わなかったんですけれども、50年半世紀続けてきたから、まあ、70になったから何か一つやろうかっていうふうに思っていただけたのかなというぐらいの感じですけどね。太鼓っていうのがその頃ですね、メインストリームになるっていうことはまずないもので、大体お祭りのお囃子とか、はい、踊りの伴奏とかね、太鼓が出てくるものでも大抵何かの付随してる伴奏役で出るっていうことが多くて、太鼓だけがメインになるっていうことはまあなかったんですよ。でそれをましてや海外に出すっていうのはね、そんなことしてどうするのっていう目線だったんですけども、一生懸命それを頑張って、それまでの郷土芸能とは全く違う感じの演奏方法にして、外国へ出たら海外の人の方が早く評価してくれたっていうことはありますよね。日本のものから学習して新しい舞台様式にして持って出たんで、そのオリジナリティをすごく評価してもらった。日本人らしいものをちゃんと見せてくれたと。でしかもそこにクリエーションが加わってると。それを日本の人たちがちょっと注目をしてくださるようになり、であれよあれよという間にそのやりたい人が増えて、太鼓人口があっという間に何万人っていうぐらいの感じでね、増えたんですね。思いがけない人生を歩いてきた感じです。今回のタイトルというのが、春子人だからというタイトルがついてるんですけども、はい、このタイトルにつけた思いであったりとか、はい、お伺いしたいなと。言葉だけ聞くとよくわからないんですけど、字面を見ていただけると、はい、春の太鼓の鼓で、人の宝ですね。で、太鼓の音っていうのがね、もともと古代からその春を告げる音みたいな、聞き方をされてたみたいですね。春を告げる太鼓ということと、それから、我々がやってることが多少でも人の宝になるようなね、舞台にしたいなということで、ちょっと造語で作ったんですけど、春子人だからというタイトルにしました。関西では初というこのピアニストの新垣さんとの共演になるんですけれども、はい、新垣さんの印象であったりとか魅力みたいなものってどういったところですか。はい、新垣さんはね、もう何度も海外公演も含めてご一緒していただいてて、で、あまり多弁な方ではないんで、非常に静かな方なんですよ。だけど結構お笑いのなんか、ね、お笑いの人と一緒にやったりね、はい、ああいうことも実は好きな方なんですよ。はい、なかなかユニークな方なんです。それでラベルのボレロ、クラシックの曲ですけどね、これがリズムを生かした曲なんで、このボレロを新垣さん流のアレンジでやってみましょうかということで、今回お願いすることになりました。新垣さんやっぱりクラシックのピアニストとしてずっとやって来られてるんで、非常にこう端正なクラシックの感じなんですね。たださっき言ったように突然別キャラが登場して非常に面白いですよ。
版に関しては、風の会とともに深川の藤田さんをモチーフにした楽曲になるんですけども、はい、これ美術家シリーズということでやられている、はい、あのレオナールっていうあの藤田嗣治さんというね、あの、名前を変えられましたけれども、その藤田さんがその明治、大正時代にヨーロッパに渡られて、明治生まれの方ですけど、でその時代の人がそのヨーロッパの文化を吸収して、そこで日本人らしい表現をこうして、あの注目を浴びるようになるっていうことをされるわけですね、はいはい、でこれはあの我々こういう太鼓で海外公演したり日本に戻ってきたりすると、向こうで見られている見方と日本国内の皆さんが見ている見方ではだいぶ違うということに、まあ、ちょっと戸惑うというか、苦労することがあるんですね。で日本では太鼓はまあとても身近なものなんで、あの、まあ、これを商売にしてますっていうと、林さんはじゃあ普段どこの神社でやってるんですかとか、はいはい、今度何祭りに出るんですかって、でいやまあそういう仕事もしないではないんだけど、この人が思ってるのはあのその辺のお祭りでね、太鼓好きでどんどんやってる人なんだなというふうにしか思っておられなくて、舞台の上で例えば新垣さんとやりますとか、オーケストラとやりますって言っても、はぁっていう、それ何やるんですかみたいな疑問符が浮いてる。で外国ではまあ一応コンサートの形できちっとやると、まあ、芸術表現として受け取られる。でそういう温度差があるっていうのを、その藤田嗣治さんの時代も、それから現代僕らがこういう仕事をしてても結局同じようなことを感じるんですよ。それいい悪いじゃなくて、どうしてもその文化が違うとか、あの予備知識があるないで見方が違うのはしょうがないんですけども、その藤田さんが文化ヨーロッパと西洋と東洋の間に挟まれて苦悩したっていう感じをなんとか作品にしたいなと思って、で太鼓を両面打つ打法を取り入れてるんですけど、こっち側が西洋、こっち側が東洋、その間で同じ人間なんだけど、こっちでも戦い、こっちでも戦いっていう、それをまあ演出的に考えた打法で取り入れてやってますから、これあのご覧いただくとちょっといろいろね面白い仕掛けになってるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど。太鼓は結局メディアを通した音と生の演奏のクオリティがものすごい違う、激しく違うんで、はい、絶対生で聴いていただきたいというものなんですね。お客さんの中におられるんですけど、自分はあのもうあと何ヶ月とか何年とか言われてたんだけど、なんか病気が治ったような気がするっておっしゃる方結構おられるんですよ、はいはい、でそれは生で聞いた空気振動であったり波動であったり、そういうものを心身ともに興奮をしたり生きていくぞっていう力が湧いたりっていうことは、太鼓はすごく効果があるんじゃないかと思うんですね。ぜひ会場で経験をしていただければ、明日のあなたはバラ色の日が待っているかもしれない春夏人だからということで、東大阪市文化創造館2月25日に公演をいたします。デジタルではないアナログの大音量で、皆さん元気になっていただきたいと思います。ぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。これからもおすすめライブエンターテインメント情報をどんどんご紹介していきます。ぜひコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。